はい、えー、今回はシーズン9のキャラランキングを作っていきます。で今回もランキング動画でおなじみの倉敷さんと作っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では簡単に自己紹介から、えー。僕は去年の夏までチーム活動してて、コンテンダーにも出ました。で今は DPS メインでシーズン8も無事グラバス1で終わりました。よろしくお願いします。ではクラ敷さん、お願いします。 はい、えー、レバンガ札幌オーバーチ部門コーチのクランクです。えっ、ー、と、今はちょっとあの、チームが活動休止してるんですが、えっ、ー、と、去年まではその、レバンガの方で、えチーム活動したり、えっ、ー、と、去年はあの、日本代表のアシスタントコーチを担当したりしました。よろしくお願いします。ま今回はちょっと普段と想定レートが変わってまして、今回はソロランク、以前のレートでグラマス4とか5あたりを想定して作っていきます。えでは、早速、キャラランキングを作っていくんですけど、 まず、パッシブや全体に入った調整だけ簡単に説明します。はい、1、えー、全体的に弾の当た,当たり判定がでかくなりました。2、全体的にヘルスが増えました。3、アルティベットが10%、たまりにくくなりました。4、全ヒーローに回復パッシブが追加されましたで。5、ダメージパッシブが変更されて、ダメージを当てた敵の回復量を2秒間、 20%減少させます。で、6、近接攻撃のダメージが30から40に増加。という調整が全体的に入りました。はい。では、タンクから見ていきます。えー、まずは D バ。えーバパイロットのライフ150から175に増加。メックのアーマーが300から375に増加。で、えー、自爆、アルティメットですね。アルティメットの最大ダメージが900から1000に増加と。で、爆風の内側の半径を4メートルから6メートルに拡大と。 はい、まずディーバーなんですけどデディィーーバーどうですかバ馬、正直ディーバ,ー、まあ、ィーバー個別のバフに関してはあんまりなんだろう強,い強いというか、まあ、強くなっている意味のあるバフではないと思っててじゃあその相対的にその全体的なその変更の中で相対的にどれぐらい強くなっているかっていうのが重要なんですけど、まあ、正直、あまり立ち位置は変わらないんじゃないかなって気はしてますね。めちゃくちゃゃく 弱いことも強いこともなく、なんかそのピンポイントで有効な場面で出すタンクヒーローかなっていうイメージなので、まあ、その立ち位置だと、まあ、A か B ぐらいかなっていう気はしますね。うそうですね、僕も D バーは A に置いてて、まあ、昔から特に、まあ、こいつ、メタだなってなるってこともないし、まあ出せるけど、ずっと出せるわけでもないし。そうですね まあただ、弾がでかくなって、ディーバのまあブースト込みのまあ250族とかに対して突っ込んだ時にどのくらいダメージ出せるかがちょっと僕、まだ把握しきれてなくて、そうですね、まあ、ちょっとまだプレイし始めて時間が短いので、全キャラ正確な評価、ちょっと下せない部分はあるんですけど、弾でかくて結構敵倒しやすくなったみたいな話は結構聞きますね、ディーバ。そうですよね僕もまあ その声は聞いうんまあただ結構やっぱディーバーはバリア持ち、まあ、ディフェンスマトリックス持ってるとはいえやっぱりその DPS のデバフつけられた時にちょっとおもろいタイプのタンクなのかなっていうのはちょっと思っててやっぱアングル作られて横からどつかれると結構どうしようもない部分あったりして。 やっぱその点バリア持ちじゃない点がちょっと足引っ張るのかなみたいなところはありますねなるほどですどうしよう最初もういっちゃん最初なんですけど一旦 BE B 置いておきます B でわかりました前回そんぐらいでしたよね確かそうですねてかまあ僕たち普段 D は A と B 行ったり来たりしてる A 行ってないから行ってないまであるずっと B かもしれないですそうですね、まあ、っまあ D バはいった B で,一旦 B で、はいった悪くないんですけどね、はい、B は全然プレイアブルだと思います、はい、では次ドゥンヒスト えー、ライフが300から375に増加で、ロケットパンチ直撃の最大ダメージが50から75に増加、えー、ウォールスラムの最大ダメージが30から40に増加と。と、はいう、はい、かチーマターでは強いと言ってる人の方がまあ、圧倒的に多いかな、まあ、弱いって言ってる人もちょっといるんですけど。まあ、というか、NA と KR でかなり評価が分かれてるらしいですね。ああ、なるほどですね。NA だともう本当に D とかに置いてる人もかなりトップ。 てのはいはいはい。で逆に KR だと全然 S とか A+ とかに置くみたいなイメージなんですけどちょっとま僕的には。 パンチの威力は上がったんですけど、その相対的な割合、全体的な体力上昇の割合と比較したときに、その削れる量は減ってるわけですよ。削れる割合か。体力、最大 HP に対するパンチの威力は下がってるんで、そこの影響力の低下を見てたんですけど、ただ DPS のパッシブが強すぎて、被弾をしないというのがすごく強いっていう部分があるんですよね、ドゥームフィスト今。 他のタンクに比べてちょっと評価難しいんですよねこいつねまあ今後の環境次第感はありますけどねなんかドゥームフィストはでもだいぶ押しなきゃいけないんだったらウィンストンよりかは今ドゥームな気はまあ確かにするんですよねだからウィンストンめちゃくちゃ溶けたんですよね <laughs> なんかちょっとランクやってた感じ僕ちょっとだけドゥームとやったんですけどもう悪くはない D では絶対ないなと思ったんですけどね、まあ、自分がもしかしたらフランカー使ってるからっていうのも込みで そうっすね A って高いんすかね高すぎることはないと思いますよ全然 A にはいていいと思うんで僕も多分下げて B とか C ぐらいまあ下がったとしてまあ一旦 A を置けますか <laughs> 多分アジアサーバーは多分韓国サーバーの影響を受けやすいんでそうなるとそ,うです、ね、その辺も含めるとちょっと地域性加味して A でいいかなって気はしますねわかりましたではドゥー m は一旦 A ではい、はいえー、次ジャンカークイーン、えー ライフが300から375に増加、ランページ、アルティメットですね、アルティメットの傷の継続ダメージが60から9十に増加と、はいはいで。クイーンは、えー、と僕、まあ、実際にシーズン9来る前に、まあ、ラッシュメタになって、クイーン活躍するんじゃないかなって思ってたんですけど、はい、なんかどうやら違うっぽい雰囲気は出てるらしいですね,すね。弾でかくなったせいで、ジャンカークイーンの強みの一つである、ヒットボックスの小ささっていうのが生きなくなってる。うーん かつ自己ヒールに依存した耐久性なのでデバフ、DPS のパッシブが痛すぎるっていうこの2点ですかね、個人的には。なので相当今、いやちょっと柔らかくてノラでやる分にはでもどうなんだろう、十分なのかなでもちょっとラッシュ系のヒーローの中だと個人的には評価下げたい、B とか C まではいかないけど B ぐらいかな、個人的には。 そんな感じのイメージですねそれじゃあ C 置きますか C 一旦 C 置きでちょっとバランス見ましょうか 1>, 1回はいではクイーンは C で、えー、次マウガ、えー、ライフが300から400に増加、はい、マウガは 100は上がりましたねなるほどマウガの話をしてる人も見たことないんですけど <いや S 1> コンパッチノーリアクションなんですよね僕が見てる感じだとマウガで僕もノーリアクションなの見てていやどうまあでも多分、まあ、ジャンカークイーンと一緒で自己ヒールで耐久する系のキャラなんで、まあ、結構しんどいかなとは思うんですよねいや僕もそう思います、まあ、ホグも多分同じような話になっちゃうと思うんですけどホグマウガは相当厳しいとは思ってるんですけど でしかも直接的な攻撃をシャットダウンするようなスキルを持ってないのでやっぱデバフ痛すぎるにつきちょっときついのかなと思いつつ弾でかくなった恩恵はかなり受けてそうではあるんですよねゼニバって言えば多分出やすいですよねいやそうなんですよねゼニバ手にも弱いんですよねそうですよね環境的にも相当きついんじゃないかなしかも多分シグマとかがかなり上位を占めると思うのではい、はい、そういう意味でもちょっと辛そうな環境かなとは思っちゃいますね C いてもそうですね、うん、D はちょっと未知数なんで、まあ D うん、そこまではやっぱりタンクバーサスタンクの強さはもう健在なので、うん、確かに、まあ、もしかしたら一周回ってそこが評価されるパターンはあるかもしれないですねじゃあマーガーは C でまあ一旦 C でいいと思いますいはい、はいえー、次オリーサーアーマーが275から3 5十に増加と、はい、オリィサーって前回のパッチあんまり強くなかったですよねなんかか後半にかけてて評価上げてるイメージはあっ んですけど終盤で結構いろんな人があ今、オリいさん強いよみたいなこと言ってたりとか動画出してたりしてたんで前回、距離減正がなくなってなくなった直後はまあ大してみんな手応え感じてなかったけどまあだんだんじわじわとあそうなんですね。うどうですか、オリーさんはまあ言ってしまえば体で耐えるよりのどっちかというとあそうですね、45のクオリティというか、フォーティファイのそうです、ね、アドバンテージがちょっと薄れたのかな。 全体的には45でダメージ無理やりもらってそれをヒールしてもらってこう強引に耐えるみたいな動きはちょっとしづらくなってしまったいやーオリスサ評価難しいな,なんかオリスサが得意なラマットラがちょっと上位に来そうなんですよそうですねはいただそれ以外にオリーサが得意とするヒーローあーでもどうなんだろうドゥームフィストも上に来るからそう考えると悪くない ドゥームラマに強く出れるって考えるとそんなに悪くなさそうな気はしますね、まあ、あと天敵・ソジョーンのチャージショットで裏が一瞬に崩壊するというかワンパンでやられるのもまあ減ったし,減ったし意外といける意外といける説はありそうあと弾でかくなったんで単純に通常攻撃めちゃくちゃ当たるようにはなってますねはいはいまあちょっと一旦ね A を置いてみます <laughs> A ですか A を結構 結構やってます結構いやでもなんかこの A より上めちゃくちゃ今回少なそうなんでバランス見て一旦 A 置きでもなんかちょっといいかなっていう分かりましたじゃあオリィさん一旦 A で一旦 A ではい、えー、次ラマットラライフが200から275に増加とはいまあ今シーズンラマットラ熱いですね結構熱いっすね,っすねもう単純にバリアを張れるかつそのネメシス4でもかなり固く耐えれるので まあかなりそのタンク全体的に DPS のデパフできつくなってるところを耐えれる数少ないタンクっていうことで評価高いんですけどまあ A プラスかな,なんか全,体全体のというか結構周りの評価を見てもそうですね、まあ、ちょっとアルティベットがもう DPS にペボって打たれたら <laughs> も,うもうずっとガードしかできなくなって。 ちょっとあれで言うとむしろ弱い寄りになっちゃうんじゃないかなって思ってるぐらいナノ,ナノとかキツネとか合わせたらそれは強いけどまあそうですねでも単体で使うナノラマットラウルト渋いなってちょっと予想してるかな、まあ、バックラインまで切り込めればね本当に強いんですけどね暴力なんですけどね一回止まっちゃうともう動けないですもんねんそこから、ね、そうですねまあでも気になるのはそこぐらいかなウルトがちょっと弱くなったぐらいかな他は まあそうですねまあもともと結構評価高いヒーローではあったのが、まあ、環境的にその周りが下がったっていう言い方もできるかな、うん、確かにそうですね今回のダメージのパッシブも、うん、まあウルト以外は気にならないしむしろいなせるし、うん、じゃあ A プラ了解です、はい、では次ラインハルト、はいえー、ライフが200から2 5 2増加アーマーが250から275に増加で、えー、ロケットハンマー 通常攻撃ですねダメージが85から100に増加でチャージが225から275に増加と、はい、ラインハルトも結構難しいですよね評価いやーちょっと難しいんですよねでも多分バフよりですよね今いやでもどうなんだゼニあったとかその環境のせいでそうにすそうだけど、ね、環境はかなりきついと思います多分 NA, だ、うん、NA は結構ポーク系の構成がなんか評価されててうん KR はあのダイブ系のドゥームダイブの評価されてるんですけど、どっちも別にラインハルトきついんですよね <laughs>。まあ確かに。まあピンポイントでマップ採用、マップで採用するならありだけど、うーんちょっときついよりじゃないかなとは思うんですよね、僕も。ゼニあったが本当にしんどいし、盾外せない可能性が結構。まあ、でも盾使って DPS のデバフをリセットしやすいのは評価点かな。 うん、他の地べたタンクに比べて明らかにそこはやりやすいですよね,そ,すねそこぐらいなんですよねそうなんですよねそこ以外はすげえ逆風なんですよね B?B ぐらいに入れときています<分>了解ですじゃあラインハルトは B ではい、えーロードえー、ライフが550から650に増加とあだからなんだっていう感じが <laughs> え D を置いたらダメなのかないや D でいいと思いますけどね僕は結構ワンパン性能落ちてますよねさらにいやワンパン性能落ちてるし あのメインのテイクアブリーザーもまあ実質的に回復量が落とされてるしあれ上がってたらまあワンチャンなくはないかなと思ってたんですよそうですねいやーガス欠になりますよね多分自陣でいや多分そうだと思います今もともと別にそんなに強くないのに今回のパッチノートがまあ完全に逆風なんで、まあ、d でいい気を <D> <い>あそうですね 置きたいっすよね、かな、こいつ強かったらちょっと謝罪っすけど、さすがに、さすがにないっすよないさそうっすよね、さすがにね、まあ、キリコが本当に OP すぎて、みたいな超昔のキリコホグの外役セットみたいな、でもあれするんだったら別の構成の方がいいじゃんってなりましたからね、あの時も確かに、今だったら、新しい関係でした、ほにも、じゃあ、ロードホックは D で。 え次、シグマ、シールドが200から275に増加と。はいまあ、こいつは強いっすよ。今回のパッチで強くなったというよりは、さっきとラマと一緒で、その影響を受けない、受けづらいタイプのタンクだったっていう感じっすね。うん、まあ前回も S ぐらい、うん、SA プラスぐらいの評価で、今回 S におけるヒーロー、こいつぐらいしかいないんじゃないかなって、ちょっと僕、個人的には評価してるんですけど。そう僕結構 サポートがやっぱ肝かなと思っててゼニバティと相性いいのもかなり優秀だと思っててそうですねなんかダメージは結局何かねまあまあいろいろな組み合わせあるけどサポートー強いサポートがいる時のやっぱタンクの相性の良さって割と重視したいところであってまあそういう意味で言うとかなり評価高くなりますよね S だと思いますさすがにそうですねあと結構その左クリックの当てやすくなったみたいな話も聞くので確かになかワンコン みたいなのなくなっちゃったけどまあでもワンコンできる機会なんて1社に1回あるかないかぐらいですからね実際問題、うん、とかまあタイゲ,ゲンジとか対イゲとかも,もうそれキルできてるじゃんみたいなワンコン <laughs> ワンコンしなくてもキルできるだろそれみたいな状況でしかワンコンってなかなか役に立たないのでそうですね、まあ、うん影響度としてはちっちゃいかなロードホックぐらいねメインメェポンだったらね <laughs> しんどいんですけど <laughs> あまあ確かにじゃあシグマは S で <S はい え次ミンストンライフが200から225に増加アンワーが200から250に増加と、えー、でテスラキャノン通常攻撃の1秒当たりのダメージが60から75に増加プライバルレイジのパンチのダメージが40から50に増加と、はい、そうですねいやー、うん、ちょっとなんか評価難しいですよねこいつねまあさっきのカンサバ n a サーバーに似たような雰囲気は僕はあるんですけど結局いやどうなんだろうないやでも銭は手に弱いですよバッ かなりウィンストンってだいぶ構成を評価するか,なんかシグバティのまあバンカー構成というかポーク構成を意識するのかのなんかどっちかかみたいな感じがするんですよねまあでもだいぶ構成するなら今はドゥームなのかなっていう気がしてて A か BA プラスにはいないかなと思うんですけどまあ僕はウィンストン A に置いてます、ねまあ今まではちょっとレートイダイヤとかプラチナ見てたんでずっと低かったんですけど A でいいんじゃないかなまあ無難ではあるっすよね、うん、まあ一応一応右の方に置いときます気持ちもしかしたら下がってるかもっすね後半になるずれて下の方に行ってるかもはい次レッキングボールアーマーが100から175に増加と、はい、ボールはいや結構ボール評価分かれるとこだと思ってて 結構評価してるる人いるんですよまあ理由としてはドゥームフィストと一緒で、まあ、そもそもダメージを受けない受けづらいタンクっていうのがコンパッチちょっと評価上げてるんでもしかしたら B ぐらいあるのかな環境的に見るとどうなんだろうなトレーサーが今多分 DPS で一番評価されてるぐらい強い状況、まあ、どっちかっていうと敵にいる方がうざいと思うんですよね,すね味方にトレーサイーって助かることより敵にトレーサイいる方がうざいからトレーサーメタは嫌よりだとは思ってる <で> C の連中よりは強そう。よりは戦えると思う。B,、うん、B かな ?B と比べてどうかって感じですよね。なんか上がりそうな気はするんですよね。最終的に。最終的にっていうかだんだん煮詰まってったら。まあでも B ぐらいかな、一旦。 そうハルトよりかはいけそうな雰囲気僕ありますねなんならディーバよりいける可能性まであるこれウィンストンよりいけそうな雰囲気若干感じちゃったけど俺も俺もいったウィンストンより評価高い可能性あるなっていうのはちょっと思うんですよね B と A 入れ替えてみますそうですねボールが A でウィンストン B ウィンストン B もちょっと怪しいけどウィンストン B も怪しいんだよな <laughs> ボール A ウィンストン A で B はまあディーバとラインハルトのままとちょっと判断しかねるって感じの A ですけどまあでも全然今 久しぶりにボールの強みが出てるパッチかなとは思いますねじゃあボールは板 A で板 A にしてみましょうはい、えー、では次最後はザリア、えー、ライフが100から175に増加、はい、え通常攻撃のビームの幅が0 1 5ルから0 2メートルに拡大と はい、前情報だけだとザリア結構評価高かったイメージあったんですけどふ蓋開けてみたら結構そんなでもなくねみたいなむしろ弱いよりかもみたいな話結構ありますね前に出た後帰れないみたいな感じっぽくて最初はなんか DPS のデバフ切れるをバリアでその解除できるから結構いけるんじゃないかと。 思ってたんですけど足の遅さとヒットボックスの小ささが小ささに対しての,その球のでかさ重いうのはかなり重い,っぽい。確かに元から正直うまいキャスディーとかいたらザリア渋かったんですよなんか正面から頭を当てられけくって、うん、まあそれが結構比較的そういう状況が起きやすくはなってると思うし。うん まあでも敵のヘルスを無視できるぐらいの火力は持ってるんで僕、その前情報だとまこいつ、火力をご利用できるぐらいまだ高いからいけるかなと思っててだけど、まあちょっと怪しい匂いが今のところ手応えは感じてないです、ダリアま出すとしたらやっぱ結局、源氏とかディーパーとかにバリア張る。方との 味方との依存度というか、シグマとラマットラにも明確に有利がつくわけではないっていのもありますよね、結構評価低くなる要因としては。ラマきつそうだな。ラマが一番きついですね。多分、ボルテックス打たれると、そうっすよね。タイミング見てボルテックス打たれたら、もう、かなりしんどいですね。ラマットラの豆粒も超痛いんじゃないですか、頭当たりまくって。いやー 豆粒めっちゃ当たりますからね今そうですね <laughs> スロー豆粒だけでももう渋そうな印象ありますけど、まあ、B, B かな B C まではいかないですよね C は絶対ないですねまあ、うんまあ、A, A と B 迷うぐらいで、まあ、B かな BB の上の方かな、うん、扱いやすさという面ではあるけど環境が結構逆風に逆風だったなっていう感じでしたねうん、うんまあ、全員が自動回復ついたおかげで結構エリア広げてくるうん、うん ダメージヒーロー多いんじゃないかなと思っててそうっすねアングル作られた時に弱いヒーローでもありますからね<れ>ザリア、うん、それがちょっと厳しいかなイメージだとうんいいと思いますダリアは一旦 B でではいで、はい、ひとまずタンクは終わったんですけどどうですかね調整必要そうですかやっぱりオリーサーどうします これをオリサ B っすよザリアと多分同じぐらい、まあザリアより下まであるけど、うんまあ、こんまあ確かにな,なんかベタンシュタンクはシグマラマットラ以外結構耐えれない印象があってでだいぶタンクでまあ評価できるのがまあこの3人かなみたいな,なんかそんな印象はありますねそうですねうんでオリサじゃあ B に下げます一旦 B でいいと思いますね他はいいんじゃないですかねこんな感じでいやちょうどいいと思いますまあしかも傾向が割とはっきりしてる ティア,ティアになってるかなって気はしますねうんまあその裸裸タンクは全体的に評価下がって、まあ、ベタ足タンクもちょっと特別何かないと結構厳しくて、うん、まあ機動力高いだいぶはまあそこそこいけるみたいなそうですねまあ事前にこんな打ち合わせはしてないんですけどこうなりましたねうん <laughs> なんか,んなか自然と結構これはみんなも思ってる通りだと思うけどなこんなもんだと思うけどな、まあ、いいと思いますはい、はい、じゃあ次ダメージヒーロー見ていきます